アヌビアスはアフリカ大陸、熱帯地域に自生するサトイモ科の着生植物のグループである。能力色の草本で仏園法に包まれたサトイモ科に特有の花を咲かせる。熱帯雨林の臨床を流れる河川の岸辺や水中に生息し、水辺の岩焼きに着生している。ジャングルの下草として薄暗い臨床に生えていることもある。 大木に光を遮られている環境に生息するため、耐陰性が強く、暗い場所でも育てやすい。若干、高度がある水を好む種が多い。主に干渉用として、アクアリウムやテラリウムで栽培される。特にアクアリウムにおいては、水草の中では丈夫なものであり、また葉が硬いので金魚などの水草を食べてしまう、魚にも耐えるということで、 アニュービアスバタリーなどは広く用いられている。もっぱら独特の葉を干渉したり、着生する性質を活かして、レイアウトを作ったりする、水性の観葉植物として扱われる。主に、欧州や東南アジアのファームで栽培されたものが出回っているが、現地で採集されたものも出回る。アクアリウムの世界では、比較的ポピュラーの水草であり、多くの店で販売されている。 活着させて栽培する。根が成長し活着するまで、輪ゴムや、木綿糸を使用し、石や流木にくくりつける。水中では、比較的成長が遅く、葉を藻類に覆われてしまうトラブルが起こりがちである。そのため、エビや貝を藻類除去の目的で水中に導入する、ケースも多い。また、草を水上に出して、木作液などをかけて、藻類だけ殺すという手段もある。 本来は水中より川岸の岩肌や倒木の上に生息する植物であるためテラリウムやアクアテラリウムなど水上でも栽培が可能である。水草の中では比較的多いに水上の環境に順化するが乾燥には弱いので注意が必要である。水上での成長は水中より若干早い。水中でも開花はするが水上ではより花を咲かせやすい。 アヌビアスヘテロフィラ、ありがとうございます。